よし。よし。いなかったら届けとくよ。何を？便器マン。俺の話じゃねえのか。まあいいよ。誤爆かい。どこと二窓してんだよ。レディースんとこじゃねえだろうな。いいけどよ。いや、謝る。なんか外、なんかちょっと曇ってきたな。いや、はい、赤峰ブロックです。かまって中学生はいりません。陣山さん、おマスカラいらっしゃい。あ、陣山さん、お茶ありがとう。よし、お疲れさんです。うん、うん、4時半か。
黒井ちゃん、お疲れ。背中側お酒飲んでないんですか？若干入ってるよ。バンジャーいらっしゃい。まだ玄関開けてねえから静かだぜ。開けても静かだけどな。
メニューは何があるんですかね。店に来れば分かるよ。全身麻酔してよ。もう麻酔開けてんのかよ。おい、笑かすなよこの野郎。お？ずいぶん早いお目覚めじゃねえかよ。寝言は寝てから家つってんだろうがこら。ヘボラの歌おりがよ。だからバカなんだよ。被害届出されてもうなちゃん大丈夫ですよね。大丈夫じゃないんじゃない。うん、んだべす。頑張って配信一生懸命やれや。っていうか俺に絡んでくんなよ。なんで俺に絡むのかね、みんなね。それが謎なんだけど俺。よそ行きゃいいの。絡みがあるやつだったらまだしもよ、絡んだこともねえやつでもよ、どっからでもよ湧いてくるからな。楽しいからでしょ。あ、そう。
おめえはなんでタオ坊に謝罪しねえんだよ。どうも、ささん。どうも、ささん。へえ。鼻折れてんのに酒飲んで焼肉食って。元気だね。どうも、ささん。どうさせ、土下座なんかしちゃうよ。うん。すぐに撮影しに来ちゃう。店の玄関で土下座してやるから。湧くぜ、佐野土下座湧く。下座の佐野だからな。余裕だからあんな。多分宮来て、いやなかなか俺が土下座した相手って何人かしかいないから、片手ぐらいだから。18年間やってきて、配信で。そうよ、俺も平和にお店やりたいんだけどさ、なんかね、変なのがこう来るんだよ。うん。